はい、遠山研究室へようこそ。私が遠山です。それでは簡単に研究室の中をご案内します。こちらへどうぞ。ここは理論研究室ですので実験器具はありません。このような感じで、研究を進めています。それでは研究の内容について少し紹介させていただきます。皆さんご存知のように原子や分子などのミクロな世界では、量子力学で記述される状況になっています。多数の分子や原子が集まると非常に多彩で豊富な量子現象が現れます。我々の研究室は量子力学と統計力学を用いて、固体物質内の電子の性質を理論によって明らかにする研究を行っています。そして複雑な物理現象の中に簡潔な原理を見つけ出すことを目指して研究を進めています。多彩で豊富な量子現象いろいろあります。トポロジカル電子系とか共相関電子系と呼ばれるものです。トポロジカル電子系の中には例えばトポロジカル超伝導、共相関電子系高温超伝導等あります。さらにその間に位置するマヨラナ粒子とか量子コンピュータという最新のトピックスを研究しています。研究手法ですが理論ですので紙と鉛筆による研究の他にコンピューターを駆使した計算物理的な手法も用いています。で、私たちの研究室の中は実は研究室の中に、大きなコンピューターを持っています。それをお見せしましょう。はい、これがその、コンピューターで、このコンピューターの中でいろんな物理現象を量子力学を使って計算しているということです。はい、それでは以上で遠山研究室来ていただきありがとうございました。